はい。ダイワピュアラブです。前回、Amazon マーケットプレイスとメルカリでね、あの、新品って書かれてるやつを買ったら中古品だったっていう騙された話をしたんですけど、今回、あの、a z o n のね、本社の方にも騙されました。a z o n のね、あの、本体の方で、 あの、電撃虫ラケットっていうのを買ったんですね。まあ、送料とかを合わせたら、まあ、2000円ぐらいしたんですよね。うん。まあ、商品レビューは、あの、3点だったんですけどね。うん。まあ、大丈夫かなと思って買ったんですけど、あの、実際開けてみるとね、本当にもう、電気自体がつかない。不良品だったんですよ。うん。 でもね、その、このラケットを開けたのが、あの、1ヶ月以上経ってから開けたんですよね。だから、返品しようと思ったんだけど、もう2週間以上過ぎちゃってるから、なんかもう返品ボタンとかももうなくて、実質返品ができないんですよ。うん。だから、2000円、タダで取られたようなもんですよね。本当にもう Amazon はブチ切れます、マジで。最悪。 うん、アマゾンってね、本当に超巨大企業で、めちゃくちゃ儲かってるくせに、こういう不良品を平気で売ってるんですよね。うん、マジでありえないです。アマゾン。うん、だからね、アマゾンもう本当に嫌になって、最近はだから楽天で買ってます。できるだけ。本も楽天で買ってるし、あの、買えるやつはできるだけ楽天で買うようにしてます。 ま、アマゾンはマジで最悪。うん。ま、というアマゾンにまた騙されたという話でした。うん。アマゾンってもうめちゃくちゃね、儲かってるんだから、そういうことは本当ちゃんとしてほしいなって思いますね。うん。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録や高評価、コメントなど。 よろしくお願いいたします。